同居している母や、渡辺、徹のお父さん、夫婦共通の知人から主人の夢を見たと聞くと、よかった、よかった、いろんなところに行っているんですね、って思うんですが、残念ながら、私のところにはまだ来てくれなくて、この前、雰囲気が絶対に主人だという男の人がようやく夢に出たんですが、顔から下しか見えなかったんです。なかなか配偶者のもとには来てくれないものなんでしょうか 少し残念そうに語るのは、榊原郁恵さん、64、だ。渡辺徹さん、去年61、とは、芸能界でもおしどり夫婦として有名だったが、昨年11月28日に渡辺さんが突然の逝去。あれから約半年、現在の心境を少しずつ語り始めた。もう半年、まだ半年ですね。主人を亡くしてからも、 あまり休みがなく舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」などいろんな仕事に追われている毎日ですだから主人の部屋の整理もできないままだし生活用品にも手をつけていません舞台が終わって仕事が一段落した時に落ち着いてこの事態と向き合うことになるのだと思います 今でもお線香をあげたいという来客があることから玄関近くの客間に家へと位牌一周忌に納骨する予定のお骨を安置郁恵さんが出かけるとき帰宅したとき声をかけるが返事が返ってくることはないずっと一緒に住んでいたので生活する中で寂しさを感じることは多々あります 例えば主人の携帯電話のパスワードが分からず、開けられなくて困っていると、結婚してすぐのことを思い出してしまったり、割と自分の持ち物などもオープンにする人だったので、カバンの中を私が整理しようとしたんです。すると、夫婦になってもプライバシーは守っていこうよと言われ、お互い、持ち物や携帯電話なども個人で管理していました。 その割にはゴルフや地方公演の時は、私が荷造りしてあげていたんですけどね、わら。渡辺さんは、夫婦の会話を大事にする夫だったため、仕事から家に帰ると、お互い、仕事現場や共通の知人のことなど、毎日のたわいのない出来事を話して、一日が終わっていた。話をすることは、ストレス発散にもなっていました。 でも今はそんな夫婦の時間がないのでけじめがつかずいつ一日を終えたらいいのかわからなくなってしまったんです眠らずに深夜の2から3時くらいまで起きてしまうことも一緒の寝室でベッドを2つ並べていたが誰もいない隣のベッドを見てこれが共に生活をしてきた人が欠けてしまうということなのかと実感することもある あまりに急に訪れた死だったためになかなか受け止められないんですね。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。一般的に死別した直後は、葬儀の準備や保険金の請求、相続の問題などでバタバタして人の出入りも多く、あまり孤独を感じずにいれます。しかし、人段落して生活が落ち着いてくると、あの人がいない現実を突きつけられて寂しくなっていきます。 緊急連絡先の変更を求められてもうあの人はいないんだと孤独を実感する人もいます今郁恵さんは舞台などのお仕事が忙しいようでいろいろな人との関わりがありそうですそれが人段落した時大きな喪失感に直面する可能性があるのでちょっと注意してほしいですねいつもテレビでは明るく元気な姿ですが プライベートでの溢れる気持ちや流れる涙を無理に抑える必要はありませんからね。今でも来客があるようですし、あの人はたくさんの人に愛されてきたなあ、というトールさんの人徳に思いを馳せて、死別後の苦しさに少しずつでも折り合いをつけられるようになるのを願っています。多くの方は渡辺徹さんがお亡くなりになったニュースを聞いて驚かれたと思います。私もその一人です。 人は死亡した瞬間に相続が発生して財産は相続人に法定相続分の通り移転します。通常、法定相続分の割合で相続すると生活に不自由が生じるので、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。その話し合いを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は全員が合意しなければ成立しません。 記事を拝見すると渡辺徹さんのご家族は円満に協議が成立するしたでしょうが中には難航するケースもあります一般的に相続関係が複雑だと難航する傾向があります例えば独身で子供がいない方夫婦の間に子供がいない方再婚したが全婚に子供を設けた方子供が先に亡くなった方が挙げられます 遺言書を残せば遺産分割協議を経ないで財産を承継できるのでご自身の相続関係が複雑になりそうな方は残すと良いかもしれません渡辺徹さんの人柄がよくわかりますね誰にでも分け隔てなく榊原郁恵さんにも優しく家族を大切にして旅の番組中郁恵さんに徹さんが電話をしているシーンがあり今忙しい とイクエさんに言われ笑っっていたた。シーンがありほっこりほこししました寂しいです。なんだか読んでいて泣けてきてしまった。心の準備なく配偶者に旅立たれるのはものすごく悲しい。郁恵さんも徹さんもいつも笑顔が素敵でテレビで見る雰囲気が良かったからご夫婦本当に仲が良かったんだろうな。荷物は無理して整理しなくても良いのではないかな。イクエさんも無理せず。 ゆっくり泣ける時間が作れるといいな。会いたい会いたいと思いが強すぎると現れないと昔聞いたことがあります魂はそばにいても生前の姿を持ったり話したりするのは難しく生きているものの思いが強すぎるとさらに困難になってしまうとか死後のことは誰にもわからないから正解かどうかは分かりませんが トールさんは優しくて愛妻家だったからまだ死を受け入れられず気持ちの整理ができていない今の郁恵さんに姿を見せたらもっと悲しませてしまうと思っているのかもしれませんきちんと遺品整理をしてあまり意識せず明るく暮らしていればふと現れてくれるかもしれませんね自分もだんだんと大台の年齢に近づいてきましたやはり健康が一番ですね 血圧やらで循環器科へ定期的に通院してますが検査やらしてもらうのが健康管理の一つと考えてます定年まであと数年再雇用制度とかありますが少し休憩することも含めて検討してます健康に気を使うのとストレスをためないのが一番ですね郁恵さんこの方はテレビで見るお人柄と普段も一緒ですね 配達で郁恵さんがいらして直接対面しましたが本当に丁寧な対応なされていました誰にでも優しい人なんだと思いましたその時は誰もいないところで一人でお掃除と片付けしてらっしゃって裏方の仕事なのに本人がやっていて旦那さん徹さんもお幸せだったと思います良い家族良い夫婦だ 30代の私のイメージだとトールさんは明るくて人柄の良いアメリカの陽気なおじさんみたいな知らない人にも陽気に話しかけて仲良くなるタイプ人と思ってましたがイメージ通りの人のようですね。食に興味ない人もいますが食べるの人が好きな人にとっては食事制限はつらいですよね。美味しいものたくさん食べてるから舌も肥えてるでしょうし。 育江さんは今仕事が忙しそうですが落ち着いたらより寂しさが募ってしまいそうトールさん夢で毎日会いに行ってあげて